こんにちは、ビハイヤの松村です。今回もですね、業界のニュースをお伝えしてまいります。漫画家小説家ユニット鑑賞ベクトルの新アルバム、漫画富士急一巻も刊行ということでですね、こちらなかなか面白い、ユニット、団体があるということでですね、そちらに関してのニュースでございます。鑑賞ベクトルというバンドがあるんですけれども、構成がですね、ボーカル、ギター、ピアノ、ここら辺まで普通だと思うんですけれども、脚本を担当する、小説家、この方がベースもやって、なおかつですね、作詞作曲作画、を担当する人が、なんと漫画家をやっているという、なかなか面白い団体になっております。で、今回、漫画、作詞作曲を担当される方、田口さんという方なんですけれども、実際ですね、別冊マガジンにて、連載も行っておりまして、富士急、こちらのですね、コミックス第1巻を刊行されているという、そういった方になっているというお話です。なかなかですね、そういった意味では、得意な、特徴を持っている、グループだと思いますので、そういったですね、ちょっと変わっている、部分に関しましてもですね、興味があるということがございましたら、一度チェックしてみても面白いのではないかと思います。今後ともですね、こういったちょっとマニアックな情報も含め、いろいろですね、情報配信してまいりたいと思いますので、気になったものがございましたら、ぜひともそちらもご覧になっていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。